はい、えー、それではですね、えー、次に参ります、はいえー、ここまではあ経営課題の把握、大きな三本柱あ、事業、財務、税務の一つ目ですね、事業について、えー、見ていきましたということで、まあ、外部環境と内部環境に分けて、まあ、なんとなくうイメージしていただけたかなというふうに思います。 はい、でここからは次、2つ目の柱ですね、財務に関する概要把握というところに進んでいきたいと思います。はいえー、ページでいきますと、57ページからあになりますけれども、まあ、ここではあの概要ですね、えーまあ、大きくどのことやりますかと、丸1番から丸7番まで挙げています。 1、はい、で一つずつ詳細な内容は次のページ以降で説明をしていくという話になりますけれどもまずここでは概要ですね外観を見ていただければなというふうに思います、はいえーまあ、財務に関する概要把握っていうのは、まあ、どちらかというとその過去の情報ですね、えーまあ、決算書等々あるいは税務申告書そういうものから過去の情報をしっかりと整理をしましょうと。 でまあ、結局、過去の情報っていうのは将来、計画を立てるときの発射台になりますのでね基礎になる部分ですので、まあ、そこが中途半端になっていると、まあ、計画自体も中途半端になってしまうということで、えーまあ、終わったことではあるのかもしれませんがしっかりと整理をして計画作りに役立てましょうと、まあ、こういう話でございます。はい えー、それでは、まあ、簡単にですね、丸1からあ丸7まで、えー、見てまいりたいと思いますけれども、おまず、1ですね、えー、実質純資産額ということで、えーまあ、実質純資産って何ですかって話なんですけれどもお、まあ、実質に対応するものとして、帳簿ですね、えー、帳簿上の純資産。 っていうものとは違いますよ。っていう意味で実質純資産なんですね。はいで57ページの丸じんところを見ていただくと書いてます。けれども、ま資産負債を原則としてえー、まあ、自家評価をした結果のま資産と負債の差額ですよ。ということですね。はい、まあ,あどういうことかと言いますと、おまあ、簡単に言うとですね。まず、粉飾決算やってる会社あ,、まあその影響はちゃんと取り除いてくださいね。ということですね。 はいでえー、その上で、えーま、資産負債を時価評価をしてですね、えーま、その結果、含み益があるものもあれば含み損があるものもあると思いますので、えー、そういうものを一色単に把握をして、えーま、実態のところ純資産ってどれぐらいあるんですかともしかしたら債務超過じゃないですかとこういうところを、ま、見ていくと、ま、こういうい話ですね、はいま、細かくは次のページ以降で見てまいりますので、まあ、ここではこれぐらいにしておきたいと思います。 はい、で次、丸2ですね正常収益力ということで、えー、こちらどちらかというと損益の話ですね、えー、損益計算書の方のお話ですけれども、えーまあ、決算書上の損益というのはもちろんベースとしてあるんですけれども、えーまあ、実態としてですね、えー、どれぐらいの儲けがあるんですかと。 いう話ですねでそれはまあ粉飾決算をもしやっていればですね、えー、その部分の影響ももちろん取り除くっていうのは大前提なんですけれども、えー、それ以外にもですねん過去の決算書の中には今後その取り組まないことが決まっている事業の損益 であったりとかあるいは今後取り組むべき事業の一部だけ入っているとかですねそういう形で将来の損益を予測するのにはですねそのまま使いづらいという部分もあるんですねでそういう場合は今後も継続しない事業の損益がもし入っているんであればですねその部分は取り除いて数の損益だとどうなんですかというのも見ていかないといけないということになりますのでそういうものも整理しましょうというのがここの正常収益力のお話です。 ね、はい。 で次、丸三番金融債務とおに関する情報ということですけれども、まあ、これはあの金融機関に金融支援をお願いをしていくという大前提として、えーまあ、各金融機関にどういうふうな条件でどういうふうな取引をしているかというところの情報の整理というのはまあ当然必要ですよねということですね、まあ、当たり前の話ですけれどもお、まあ、金利とか返済条件とか担保とか保証とか、まあ、そういうところをちゃんと整理していきましょうという話でございます。 四番設備投資の状況ということですけれども、まあ、これは過去の設備投資の状況です、ね、を把握しましょうとで。これ何のために把握するかといいますと将来です、ね、どれぐらいの設備投資資金が追加で必要になりますかというのの判断をするために過去の情報をちゃんと整理しましょうというお話なんですね。 うんまあ、企業があ、まあ、資金繰りに困ってくるということになりますと何をやるかというと、えーまあ、効果が短期的に現れにくいこういう設備投資とかですね 維持修繕投資、まあ、こういうところが、まあ、だんだんその金が回らなくなってくるんですね、まあ、そういうところにお金をかけなくなってくるということで、えー、まあ短期的には影響が少ないんですけれども中長期的にはですね、まあ、設備が陳腐化したりですねあるいはその、まあ、あまあそもそもちょっとあの競合企業と比べてですね、えー、見劣りがすると競争力がなくなってくると、まあ、こういう話ありますね。 はいまあ、特にあの設備産業ですね、えー、例えばどうでしょうか、うんホテルとかですね温泉とかですね、えーまあ、そういう設備、箱物で収益の基礎を築いているようなあ、まあ、業種においては、ですねやっぱり適正な設備投資っていうのは、やっぱり毎期やっていかないといけないと、あるいは数年間に1回の投資をやっていかないといけないんですけれども、過去、それをちゃんとやってないときには、ですねうん例えば計画1年目にドーンと修繕必要になりますと。 でその資金は、えー、手金では足りませんというふうになりますとじゃあその資金誰に出してもらうんですかと金融機関貸してくれますかと、まあ、こういう話になってくるんですね。 えー、そうなってくると金融支援をお願いするのにもです、ねまあ、結構支障が出てきたりすると素直にまとまるものもまとまらなくなってくるということになりますので、まあ、そういう実態にあるのかないのかという意味で、まあ、過去どういうふうな設備投資をしてきていて、まあ、それは十分だったのかどうなのかという視点で1回整理をしましょう、まあ、これが504番の設備投資の状況のところでございます。はい でえー、次、丸5番ですね、えー、過剰債務、債務償還年数ということですけれども、これはちょっとあの後で説明をいたします、はいえー。ちょっと難しい概念もありますので、ちょっと後で説明をいたします。で次、丸6番、えー、資金繰りの状況ということで、えーまあ、資金繰り、まあ、本当は最優先なんですけどもね。 えーまあ、足元の資金繰りどうなってますかとーで、えー、資金消灯しませんかと大丈夫ですかどれぐらいまで持ちますかというのはしっかりと財務に関する概要把握の中で見ていきましょう、まあ、こういうい話ですね、はいでえー、次、丸七番最後ですけれども生産配当見込み率の仮資算ということで、まあ、これはあのー、リスケジュールの場合には、まあ、本来であればあまり必要ないことにはなりますね。はい まああの先ほど見ていただいた後者ですね後者おつちの方の後者の,の方の例ではあ計画書の最後に生産配当見込み率との解散が載ってましたけれども、えー、まありません、えーまあ、これがあの例えば DDS やりますとかですね債権放棄やりますとかっていうことになってくるとお逆にその経済合理性が大事になってくるのでこの生産配当見込み率の解散というのは必要になってくるんですけれども、えー、まあリスケの場合にはまあ特にそこまでは重視されない ということはあるかなというふうに思います。はい。まあこういう形で丸一番から丸七番までですね、えー。こういうことをまあ、財務に関する概要把握の中で、えーまあ、把握していきましょうと。まあ、こういう話でございます。はい。えー、よろしいでしょうか。はい。まあ、概要はこういうことでございまして、えー、それでは一個一個見てまいりましょうと。はい。 えー、それではページをめくっていただきまして、えーまあ、58ページ59ページあたりですね、えー、見てまいりましょう、えー、一つ目は実質純資産額ということですね、はいえー、実質純資産はそうですね、あのー、いわゆる事業再生計画の要件を満たすかどうかと。 まあ要は実罰計画、合日計画のハードルをちゃんと超えられますかというときの,のハードルの一つにありましたね、えー、実質債務超過の解消というところが一つ目のハードルとしてあったと思いますので、えー、その実質債務超過かどうかというのをここのところで把握していきましょうという話でございます。はいでえー、じゃどどういうういいい順番でできますすかというところなんですけれども おまあ,あそうですねえ59ページの方に見ていただくとですね丸1番から丸4番までありますけれどもねはい。 えー、丸一番、うん、決算操作や従業員の不正の有無ということですけれども、えーまあ、中小企業の場合ですね、まあ、多かれ少なかれやっぱりこういう決算操作ですね、えーまあ、悪い方するとやっぱり粉飾決算なんですけれどもお決算操作あ,あるいはまあ従業員の不正っていうものは少なからずやっぱりあったりしますよね。 はいまあ、よくあるのはですね、まあ、売上の架空計上ですね、えー、まあ架空も全くの架空もあればあその計上するタイミングをちょっと前倒しでというのもありますけれどもそういうところとかあるいは棚田資産の水増しですね、まあ、ちょっと原価計算のやり方を恣意的に変えましたという話もあればそもそもないものを上げたというものもありますけれども水増しあるいは費用の未計上ですね、えー、まあ本来であれば発生している費用を計上しないと、まあ、こういうのがあ まあ、決算操作の王道だと思いますけれども、えー、こういうところがも,うもしあればですね、えー、それは純一さんのところでちょっと調整していかないとだめですよねということですね。はいえー、で、そういう粉飾はあ修正した上えで次、丸二番です、ね、資産負債の、まあ、評価自我評価をやっていきましょうという話でございます。 はい、で自家、えーまあ、価評価ってじゃあどうやってやるんですかという話なんですけれどもちょっとページが飛ぶんですが、えー、60ページの方を見ていただきますとお、まあ、主な資産負債の評価基準の例が書いてますね。ねはい で、えー、60ページの方ではですねこれはあの、中小企業再生支援協議会の手続きにおける、まあ、評価基準をちょっと例として持ってきているんですけれども、えー、例えば一番左上ですね、売上債権のところを見ていただきますと、えー、売上債権であればあ、どうでしょう、原則として債権、えー、金額からですね貸し倒れ見込み額を控除した価格を時価としますよと、まあ、こういう話なんですね。はい まああの帳簿上債権として載っていてもその中から貸し倒れる見込みが高いものまあこれって回収できませんよねというものがもしあればその部分を差し引いてえまあ見ていきましょうということですね。 はい、でその差し引いた部分というのは純資産のところで、まあ、調整していきましょうと、まあ、こういう話になるということなんですけれども、はい、でその下、棚押し資産についても同様ですね、えーまあ、陳腐化していたり品質が低下しているものについてはです、ねまあ、賞味売却価格等々で,す、ね、で評価していきましょうと、まあ、売れない長期滞留在庫というものは、まあ、まあそうですね、えーまあ、売れませんよねと。 そういうのでまあ、評価していかざるを得ないということですね、はい、あるいはあその下事業用の不動産というのもありますけれども、えー、不動産も原則として自家評価ですね 原則として自家評価評をしますということでえまあ一番ちゃんとやるんであればですね不動産鑑定士の方にま鑑定をお願いするというのもありますしえまあ簡易的にやるならばですねえまあ固定資産税評価額に一定の調整を加えてやるということもまあ場合によってはありますのでえまあそれはケースバイケースですねえメインバンクさんの意向に沿う,う形でまあ進めていくというのが実務的なところだと思いますけれどもえまあ実家を把握しましょうということで。 でその下その他消却資産ということですけれども、まあ、これもあの原価償却不足がもし、えー、あるようであればですね、えー、その部分っていうのはあちゃんと原価償却してたとしたらどのぐらいになりますかとその差額はいくらですかという形で、えー、実質純資産のところに反映していくと、まあ、こういう話ですね。 その他、引き当て金等々についてはです、ね、まあ、退職制度等があれば、退職給,与給付引き当て金というものも話ありますし、えーまあ、その他、必要に応じて引き当て金等々も考えていかないといけないと、まあ、こういう話ですね。はいまあ、こういう前提に従って、えー、59ページに戻りますけれども、丸2番、資産負債を間近で評価していきましょうという話、まあ、こういう話なんですね。はい、よろしいですかね。はい で、えー、その通り、えー、じゃあ58ページの方に戻っていただきますと、58ページのところで具体的にちょっと数字を見ていただくとイメージが湧くと思うんですけれども、えー、58ページの表の1番、帳簿上の純資産額というのが書いてますが、えー、ここで見ると、帳簿上の純資産額というのは100というふうになってますね、まあ、100がスタートだと、まあ、こういうふうに考えてください。 で次2番ですね「調整事項」というふうに書いてありましてその下に、まあ、たくさん書いてあるんですけれども例えば売上債権の中で回収できないものがありましたと30ありましたという前提で考えるならば売上債権の評価減マイナス30ということでその分だけ純資産額を減らしましょうという作業をしていくんですね。はい でえ同じようにですね、田能資産についてもお売れない部分がありましたと、あるいは固定資産について、減価償却の不足がありましたと、おうんぬんというので、えー、そういうのを一個一個積み上げていくと、お2番の調整事項の合計として、えー、マイナスの160ということで、えー、差し引きするとお3番ですね、えー、調整事項反映後の純資産額1たす2ということでもともと帳簿上100あった純資産というのは、あマイナス60まで減りましたと。まあ、こういうい話 なんですね。はい、えー、まあ、資産超過だと思っていたら、実は債務超過でしたと。とまあ、こういう話なんですね。はい。で、えー、まあ、ここまでが原則的なやり方なんですけれども、それで終わるわけではありませんと。それで終わるわけではありませんと。とで、その次4番中小企業特性っていうことは書いてるんですけれども、も、えー、中小企業特性って何かと言いますと。とえー、59ページの丸3の方にも書いてますけれども、えー、まあ、中小企業の場合ですね。 うーんまあ、得てして、えー、社長と社長個人とですね会社というものは、まあ、一体不可分でしょうという考え方があ基礎としてありますということですね。はい,でそう,いう考え方の中で、まあ、結局、その例えば会社がですね代表者から社長から借り入れをしてますというような場合です。 えを考えてみても、えー、じゃあ社長にその借入金を返済する意思は会社にあるんですかというとまあ別にあの返してもらおうと思ってないというような社長も多かったりしますよねでそういう場合は、まあ、それはもう別に借入金として見るんじゃなくてもう実質的には自己処分でしょうというふうに見るという考え方もあるんですね、はい、あるいはあまあ代表者ですね社長に、まあ、不動産 がありますと社長が不動産を持ってますとでその不動産も結局ですね会社が立ち行かなくなった時にはそのまあ不動産を処分するなりなんなりしてその会社の借利益に返済に当てていくんじゃないですかと 結局一体不可分だとするならばその個人で持っている不動産等々についてもです、ねえー、それは会社と一体に考えていいんじゃなかろうかというところが、まあ、これあの金融検査マニュアルの別冊の方にあの規定されているんですけれども、まあ、そういう前提に従って、えー、まあ会社とその社長の個人資産をです、ね、一体として考えたときに、えー、まあどれぐらいその純資産のプラスアップサイドの要素として考えることができるかというのが、まあ、この中小企業特性のところなんですけれども。えー58 8ページのところを見ていただきますと、ですね、えー、どうですか、4番、中小企業特性のところ、何が書いてあるかと言いますと、えー、社長からの借入金と10、10借入れをしてましたと、会社が社長から借り入れをしてましたということなんですけれども、まあ、この部分というのは、まあ、プラスとして考えましょうと、自己資本だよと、なので、純資産にプラスだよと、まあ、こういうことなんですね、はい、あるいはあ社長が自宅を持ってましたと、個人名義で自宅を持ってましたと、評価額3000万ですと。 でその評価額に対応する、まあ、その住宅ローンですね、住宅ローンは1100万円ですね、1 0ですから、まあ十ですね、十ありましたということであれば、その不動産の時価と、まあ、残っている住宅ローンのネットした金額ですね、それは、まあ、純資産にプラスしてやっていいんじゃなかろうかということで、合計をすると、まあ、30という形を中小企業特性として、まあ、ちょっとプラスしてあげましょうという話なんですね。 はい、ということで中小企業の場合はこういう形で少しその中小企業の特性を見てあげるということをやりますということですね。はい、で、そこまでやった段階で一旦はマイナス60までへこんだ純資産がですね5番、中小企業特性範囲後の純資産のところでマイナス30まで浮きましたと、まあ、こういう状況だと考えてください,、はい。で、これで終わりじゃないんですね。 これで終わりじゃないです。はい、6番、7番がまだあるんですけれども、えー、6番、7番、何が書いてありますかと言いますと、継続保有不動産の含み損または含み益を考慮しない場合というのが書いてるんですね。うん、これ何を言ってるかと言いますと、えー、59ページの方を見ていただきますと、59ページの丸 ④ 番ですね、継続保有不動産について書いてますけれども、えー、これ何を言ってるかと言いますと、 え先ほど来ですね資産負債はすべて自家評価しますよという話ありましたね。はい、でこれはあまあ例えば会社が持っている不動産も原則的にはすべて自家評価という話なんですが、えー、例えばですね本社あ工場が建っている土地建物ですね、えー、こういうものっていうのはあの将来的に売却する予定ってありますかってことなんですね。はい で、えー、確か将来的に売却する予定があればですねその部分というのはやっぱり自家で見とく必要がありますよねということなんですがいやあんまりその本社工場の土地建物売却する予定は全くありませんよねとこ,のこれからもここで商売を続けていくんですよねという前提であればですね、えーまあ、その部分まで自家評価する必要ないんじゃないですかということですね。ととといいいいううううことで、えー、そのの部分っていうのは調整項目として見ないというふうなふ金融機関もかなりの数 あります、はいえー、そういう場合にですね、えーまあ、要はあそういう,う事業に使ってる不動産ですね事業に使ってる不動産の含み損っていうものは,原則,とは原則としては一回見るんですけども、えーまあ、場合によっては見ないこともありますのでここで最終的にまた足し戻してやってるという作業をやってるというふうにお考えください、えー、見ていただくとですね、えー、58ページの方の表の中でですね えー、2番の調整事項の中に A というふうに書いていまして、えー、継続保有不動産の含み損または含み益ということでマイナスの20というのが入ってますけども、まあ、結局これはあの本社工場の土地建物の不動産の含み損が、えーまあ、20本当は自家評価したらあったんだけれども、まあ、この部分っていうのは結局売却する予定がないので実現しませんよねとだからその部分っていうのは見なくていいですよねというところで最終的に。えー ですね、その足し戻してやると7番中小企業特性繁栄後の純資産額5く a ということでさらにマイナス30から20浮きますので最終的な純資産額というのはマイナスの10まで圧縮されると債務超過額が圧縮されると、まあ、こういうふうにお考えいただければなというふうに思います。はい、よろしいですかね。はい まああのー。 そういうい事業用の不動産の含み損を見ないっていうんだったら初めから見なきゃいいじゃないかっていう話もあるんですけれどもあのこの辺りの取り扱いっていうのは微妙にその金融機関ごとによって、えー、異なるケースがあるんですね、えー、ある金融機関はこの部分の含み損を見ないけれどもある金融機関は見るというようなケースも中にはありますので、えー、その見せ方として、えー、まずは原則通り一旦全部自家評価をした上えで最終的にそれを見なかったらどうなるかというその2段階の見せ方をしていくというのが一つのポイントかなというふうに に思います。はい、よろしいですかね。はい。えー、ということで、えー、以上が実質純資産額のお話でございました。はい、よろしいですかね。はい。